私、清水若菜は、この年にして初めての恋をしているわけですが、正直 100% 叶わないので、気分はどん底です。相手の男の子の田村くんは、かっこよく、男女問わず人気があって、おまけに、勉強もスポーツもできる人。もう少し、可能性のある人を好きになりたかったな。おい、田村、この間言ってた漫画持ってきたぜ。あ、マジ？サンキュー。投げるから、ちゃんとキャッチしろよ。え、いやいや、やめろ。お前、ノーコンだろ。取り行くから。あ、やべ。あ、清水さん、避けて。え？あ、行ったった。清水さん、ごめん。大丈夫。え？え？本当にごめんなさい。大丈夫です。どうしよう、マジで。メガネ高いよね。今こうやって話せてるだけで幸せだから。本当にメガネとかどうでもいいの。俺、今持ち合わせなくて。分割払いでもいいですか？本当に気にしないでください。まだ家に一つストックもあるので。それに、この間、筆記用具貸してもらえて、嬉しかったので。でも、それはちゃんとお礼もらったじゃん。何かきちんとお詫びさせて。じゃないと、俺がモヤモヤしたままだし。では。ん？お友達になってもらえませんか？うん、もちろん。